どうもバーンです、そうしましたらですね、長い鶴のゲート、エリア17の生息地の駆除の続きをやっていきます。それでは作業開始。
はい、どうもです。あともうちょっとだと思うんですけどね、ちょっと休憩します。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたら後半戦やっていきたいと思います。今日は時間があるんでね、たっぷり、電池切れ、もう一本電池持ってきてるわ。もうあともうちょっとで、できるとこまでやってしまうと思います。はい、どうもです。長い鶴のゲートの、これ地中に埋まった根っこですね。こっからですね、新芽が生えてきてるんですよ。どんどん増殖する前に何とかしたいと思います。
はい、いい沼です。あ、まだあった。エリア17、一段落ですね。あ、まだあった。うちにもあるやん。いいどもです。エリア17、コンプリートですね。あとは整地します。で、整地するときにね、取りこぼしがないかどうかの確認もね、行っていきます。結局ね、ここからこう来て、あの辺りもそうですし、あそこの木のとこまで行って、そこからこう来て、ずっとあそこの木のとこまで行って、でまたずっとこう来て、ここまで広がってました。とりあえず、一段落です。ちょっとね、今日はもう疲れましたんで、整地はね、また、昼からにするか後日にしようと思います。整地の段取りとしては、ゴロ石をどけて、で、トンボみたいなやつを持ってきて鳴らして、トンボの前に、アメリカン冷気かな、そんなところで、整地して、で、ちょっと今考えているのはですね、ここの中の、土砂を湖岸に充填しようかなと思ったんですけども、それはやめます。なんでかって言ったらですね、ここの中にもしかしたらまだ長い鶴のゲートの株が残ってるかもしれない。安易に土砂の移動はするべきではないというふうに思いました。で、石ぐらいはあっちの岩場に持っていってもいいかなというふうに思います。全体的にちょっとこう耕したような感じになってるんで、容積が増えてるんでね、ちょっと石の分だけでもちょっとどけて、あとこういう枝とかね、木、角材じゃないや、木の類についてもちょっと回収して、もしくは地面に埋めて、元通り地面に埋めて、で最終的には上の方を整地して、で、元通りのこの緑地帯に戻すということをやっていきます。これは大変だったわ。で、最後、残り3、エリア36があります。あそこはね、優先度一番低いです。ここを整地してからに、しようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。